こんばんは、ティン、ダーマーテキンタです。今日は宮城県村田町の魅力を紹介します。その先に物語がある場所。村田町には蔵の造りがあって小京都というものがあってね、はい、蔵の町並み、観光案内所、山にて村田商人、山椒記念館、山椒という邸宅はすごいですね。あと鬼の伝説、あとウーバーカーブどころ民話の里、こういう民話もいいですね。鬼のミイラ、そうたもろもろありますね。はい、伊達宗隆という歴史人物、舘家も本当とすごいです。 宮城県村田町には、えー、スゴーというところでモータースポーツがあるんです。あと、ガラス伝統攻撃に切るようで来てください。あとは村田の武家屋敷も本当に宿泊できます。村田の名物といえば、そば、味噌、日本酒ともこし、そら豆、納豆がおすすめです。道駅村田にも足を運んでみてはいかがですかはい。宮城県村田町や本家かまど屋とか、その他、桃の飲食、スーパーマーケットも軒並みありますからね。村田インターを降りてからも町並みは本当すごいですので。 ぜひ宮城県村田町に足を運んでみてください。というわけで、はい、以上でございます。バイバイ。